はい、高尾選手、すみません、試合後のお忙しいところ来ていただきまして。はい。あ、三俣選手。高野。あ、高野ですか。あ、違う。本日7月28日ですよね。はい。お誕生日。はい。19になって変わりそうなことはありますか。変わりそうなことは特にないです。ちょっとずつ、うん、そのプロのスピードとかにも慣れ始めてきたかなっていう感じです。光へ行って帰ってこれるよみたいな。光、いや、渋谷光へってあるんですよ。光、誕生日の思い出って何かあったりします。誕生日の思い出、思い出、誕生日なのにお父さんにめっちゃ怒られたことはあります。お父さんのおかげですね。はい。お父さんに感謝しないと。やっぱそこは。はい。何ケーキが好き。ケーキ、普通のケーキです。いや、違う違う、僕の使っていたバッティンググローブです。じゃあこれからも期待しますんで。はい。試合組み立ち頑張ってください。はい。